目の発想では波乱がありました。さあスタート10秒前、1番黒川京介のフライングによって再発想5秒を切ります。ブーブー急を告げる優勝戦12レーススタートしました。今度は決まった。さあ黒川と青山が並んでいる、黒川と青山並んでいる、並びながら1コーナー黒川が渾身のスタート構成で設定を取りました。青山が続いている。3番手には7番の中村京介、1から3番鈴木広学、中段5番手に回ろう、その後ろ中村正人、7番手には中田、最高峰には萩田、池田の高津の体勢です。レーサー2周目に入りました。さあここは1番の黒川が死に気でスタートを決めてきました。さあ谷川が滑っている。青山周平現在2番手の位置、走は3秒26、やはり圧巻のタイムでありました。道中が走るはどうか、黒川京介ペースに乗れるかどうか。残りは8周回、まだまだ周回数が残っています。2番手から懸命に追走している青山周平、仕掛けどころを探っています。先頭は黒川、2番手が青山周平、人気両選手とマッチアップ完全なく一騎打ちの様子を呈しています。3頭が黒川が押さえている、黒川が押さえている、青山周平の姿を察知している黒川京介、コースを守りながらの挑戦になっています。さあ SG 初優勝へ、まだまだ茨の道のり、4コーナーを立ち上がりまして、ワンミスも許されない瞬間に怖い怖い青山周平がおります。残りは6周回であります。手に汗握る、手に汗握る、呼吸を忘れるぐらいのバックレースが展開されています。3番手には7番の中村京介、後ろからは4番手、上がってくるのは3番鈴木広勝であります。残りは5周回、レーサー10番線です。さあリードを作りました黒川京介、まだまだセーフティーリードではありません。黒川が先頭だ、黒川が先頭だ、行くのも心を折れた SG 制覇の大会へ、2度目の発走でもモチベーションを保って先頭を下に上げています。残りは4周回、さあ SG 日本選手権3連覇に向かいまして、青山も一生懸命追いかけていますが、その差は10番線から10番線にかけてやや広がってきたようにも感じています。さあ黒川京介、夢にまで見た SG 初制覇に向かって残りは3周回であります。先頭は黒川、リードを4車に作っています。2番手青山、3番手中村京介、3コーナーに向かいまして残りは2周半、1番の黒川先頭だ、かみしめるようにかみしめるように、先頭が奪ってきた、走っています。残りは 1000m。 さあ今回の黒川は大丈夫か。2コーナーを立ち上がりまして今 10m のアドバンテージを作りました。さあまだ見ぬ景色に向かいまして4コーナーを立ち上がる黒川京介、残り1周のブルーフラッグ、黒川先頭だ、黒川先頭、最終バックに抜け出しています。先頭は黒川京介、聖地川口が生んだ新時代のスーパースター、黒川京介26歳、9回目の挑戦で日本一、いよいよ SG 初制覇のゴール。10番線以降はぶっちぎりの選手、念願成就、黒川京介、夢にまで見た SG 初制覇のゴール。オート界エタルキーを頂点に君臨するべく、ここがまさに出発点、新しい時代を作ろうとしている黒川。